どうも、DJ です。今回も聖剣伝説2シークレットウーマンの続きをやっていきたいと思います。前回ちょっと魔法手に入れまして、でちょっと画面の右と左にあると思うんですけど、ショートカットに入れてみました。で水の魔法を手に入れたんで、ここからどこに行くんやったっけ、ガイアのへそのちょっと奥地にね行ってみたいと思います。多分これを魔法で攻撃するんやろな。多分これでいいと思うんですよね。オッケー、これで先に進めますと。おお、また新しい敵やな。あ、魔法のくるみが入った。ラッキー。強いな。でも魔法か、もしかして。オッケー。あれ、こっちにも部屋があるな。あ、これで両方スイッチ押すわけね。しょう、これで開いたでしょう。開いた。オッケー。敵がいるんでしょうね。結構食らうやん。ちょっと遅いよ。結構長いな、やっぱり。おお、ルンかい。引いてないし。全員いいね。敵がどんどん強いからな。あと本当はこれマルチプレイでやるとすごい楽なんやけどね。ここが祭壇の部屋だな。いや、とは言われても。ここはノーム様の縄張りだ。とっとと出て行きやがれ。うるせえ、やい。こっちこそ出て行きな。にゃにょ、てめえ生意気だ。いじめちゃう。喧嘩か。喧嘩や。もう殴り合いやな。やべえ、足場じゃなくて、だな。見て、奥に何かいるよ。おお。ちょ、待ってくれよ。これは火やから。ちょっと待って。ちょっとアイスセーバー入れた方がいいんじゃない。なんで。OK。 ありさ、こんなの。
ゃい。それはやばいやばい。あ、全員いけんのこれ。全員行こう。もうポイントがないやん。やっぱいるなアイテムも。お、買った。これで決める。そんな大したことなかったね。じゃあ奥に行きましょう。さあ小学生でもできるな、このゲームやったら。お、おった。ありがとう。あんたら強いな。あっしはいつもあいつにいじめられてて。そうなんや。普段いじめられるうさばらしについあんたに当たっちまった。許しておくのかし。いや、もうあやつ当たりよくないと思うけど、まあいいやろ。やだね。許してほしかったらオイラの子分になりな。言うね。さもないとオイラの一の子分のランディがお前を。ご勘弁。子分にでもなんでもなります。かわいそう。おい、誰が子分だって。足が必要な時はいつでも呼び出しておくんなせ。ほう。どこへでも駆けつけますぜ。さあ、目をつぶっておくんなまし、親分。はいはい。足を呼び出す魔法を親分と奥様に覚えていただきました。私がいつ結婚したの。うん、なかなか気が利くね、ノーム君。ほうほう。では、足はここらで。またお会いしましょう。お、精霊ノームの力を得たと。さあ、早くマナの趣旨へ行きましょう。はい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 。シュシュと聖剣が共鳴した。寝てるんかい。おはよう。お前な。ちっちっち。あんちゃんおせっかちだな。夢で記憶を取り戻したよ。へえ。オイラんちは上の大地の森の中にあるのだった。ふん。上の大地か、どこなんやろな。とりあえずガイアのへそまでまた戻りましょう。敵ボス倒すと敵が全部いなくなるね。ランディ、
お、聞こえるか。はい、聞こえます。パンドーラに向かったジェマが戻ってこんのだ。なんだって？パンドーラの古代遺跡に邪悪な気を感じる。様子を見てきておくれ。ルカ様だ。パンドーラの古代遺跡に急ごう。はい、ということで、次ね、パンドーラの古代遺跡っていうことみたいなんで、そっちに向かいたいと思います。結構ね、スパンが短く魔法だったり武器だったりがもらえるんで、まだ序盤のはずなんですけど、まあこんなもんなんかなっていう感じでしたね。まあ引き続きね、聖剣伝説シグレットのマナはやっていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。